成形で丸めていきます。だってどんな粉使ったってどんな配合だろうがさ、こね方丸め方が悪ければさ、もうまあパンにはなるよ。ただ美味しいパンにはならないですよ。こんにちは、ビアンキーの平岩です。今日はイギリスパン15回目ですね。前回、まあ、2本で焼いたんですが、ニーダーのキャパ的にね、2本焼くとだいぶ時間がかかりそうということで、ちょっと今日はまた1本で、焼いてみて、ミキシングにフォーカスしてきちんとしたこね上がりを目指してやっていきたいと思います。今日の室温は17度からのスタート、やります。ちょっと今日はバター入れ前を長めに回しましたよ。これでバター入れします。とりあえず長めにバター入れてから6分ぐらい回してみます。バター入れて7分。あー、なんかでもまだな感じだな。今日は徹底的にもうちょっと回します。あ、やっぱちょっと伸びるようになりましたね。いやでもまあちょっと艶がないし切れるのが早い。もう1分回します。伸びるようになってきたな。だいぶ伸びります。じゃあここでこね上がり。こね上がり 28.3 度、ちょっと高いですね。まあまあでもいいか。はい、これで60分パンチ30分です。一次発酵を取ります。よっ、パンチです。どうかな。はい、軽い感じでパンチを入れました。はい、じゃあ分割の作業です。ちょっと赤めかな。どうだろう。さあ丸めます。よっ、ほい、丸め完了。これでベンチタイム20分取ります。はい、ベンチタイム終了です。と軽くアルコール臭がします。成形で丸めていきます。これは難しいんですよね。口で言うほど簡単では、
これを型に入れていきます。うん、今日きれいに丸まってるような感じするな。今日は比較的きれいに。あ、二次発酵完了しました。こんな感じ。釜に入れます。焼けました。釜の火はいまいちしてないね。山の感じはいいかなと思ったんですけど、いまいちしてないですね。いい感じかなと思ってたんですけどね。まあでもどうかな、焼き色からすると悪くはないのかな。残念じゃろう。もうちょっといい感じでいくかなと思ったんだけどな。小玉シェフのお店に到着しますよ。はい、ボンビボン到着です。こんにちは。どうもよろしくお願いします。結構焼いた。いや、焼き時間いつもと一緒。ガサガサでしょ。骨上げ高いのかな。骨上げ28.3。今日は結構もう時間回しました。回してさらに時間もベンチとかも取ってって感じ。時間は回した後の時間は一緒です。なんでガサつくのかな。これってやっぱり発酵オーバーの時とか。起こりやすいんですよ。うん。といってそんなお尻に穴が開いてるわけでもないんですよ。はい。まあこれは丸めな下手なあれだけど。はい。で、色もね抜けてるわけじゃないんですよ。はい。ただ単にこれ丸めが下手なガサつきなのかなと思うんですよね。あ、過発酵じゃなくて。うん。はい。なんか。この辺はコリがあるというか。わかります。なんかこの辺硬いな。うん、硬いですね。骨不足っていうのもあるんだろうけど、やっぱりこうパンチとかあと丸めとかで生地が均一になってないんだよね。均一にガス抜きされてない。これ真ん中の山なんだけど、はい、コリがないんですよ。おで、まあで見てみると目が、うん、もうブスブス穴いてね、粉がーとかこね方がーとかいう以前に丸め方に問題あるんだなと思うよね。分割の時の丸め方、成形の時の丸め方。この釜伸びしないのも丸めのせいですかね。もちろん。だ要はグルテンってどんどん強くなっていくんだよね、はい、丸めになって。だからこうパンチする、丸める、で最後成形丸めするで、グルテンを作っていかなきゃいけない。それを途中でぶっ壊して丸めるとか、まあ、生地を殺しながら進めてるのかなっていう感じですよね。もうちょっとこねをとか、もうちょっと発酵をっていうよりも、その途中の工程の作業をやっぱりレベルアップ、スキルアップしなきゃいけないなと思いますよね。これはだってどんな粉使ったって、どんな配合だろうがさ、こね方丸め方が悪ければさ、もうまあパンにはなるよ。
ただ美味しいパンにはならないですよ。まさに家庭製パンの一番大事なところですよ。結構いろんな生徒さんの丸め持ってもらってね、見ると自分の都合の丸めの強さでしか丸めてないんですよ。やっぱり生地と対話しないと、これくらい丸めてくれとかさ、もうちょっととか、それが大事ですよね。はい丸めましたってポンって置かれるけど、よく見てみ、丸まってないじゃん、えっていう方すごい多いですもんね。ほんと形を丸くするのが丸めじゃなくて、生地に 適切な弾力とコシを与えてあげるのが丸めだから。多分あれですよ、厳密に言うとこの山塩って点が違うんですよ、見た目は。見た目今でも70点。70点、はい、ありがとうございます。見た目70点、香り80点、食感はこれが問題なんでね、まあ50点ぐらいで、最後味です、70点ぐらい、ちょっと、うん、香りよりちょっと音 まずくはない、67.5 ぐらいですよね。おお、丸めがちょっとね、まあ、もちろん丸めだけじゃないと思うよ、はい、ただここまで凝りのある食パンはこれ、あ、こっちがいいや、これ一番ダメな、これ一番ダメ、硬いでしょ、口があるでしょ、うん、皮がもうなんかすごい硬いですよ。あーすごい、すごい引きでしょ。この真ん中の生地を、うん、ちょっと食べてみて、感じもなんか触った感じも違うでしょ。あーなるほど、だけど、うん、その端っこの生地と比べると全然違うでしょ、うん、端っこ味は悪くないんだよ、うん、香りもそこそこするでしょ、うん、だからやっぱ丸め方なんですよね。想像以上に丸めって難しいですね、っていうか大事ですね。本当ですよ、だってもう全然違うの。配合が全てパンを作る、機械が全てパンを作るんじゃなくて、やっぱりこう人間の手が作る、その辺を分かってないんで、うん、だから配合を教えるなんていうのレッスンね、違うんだよね。配合なんて教えても全く意味がないんだ。そう、幼稚園の生徒さんと園児に、大学の入試問題の答えを教えてる本なんですよ、うん、答えの解き方とかじゃなくて答えを、それでいい例えだから難しいよ。はい、68点、思ったよりずっといい点でしたね。発酵はちゃんと取れてる、だから味はいい、ただ骨がそもそもミキシングが足りない上に丸めが全てを台無しにしているという。丸めね、まあ、丸め大事だっていうのはまあ頭では分かってたつもりなんですが、高い目標をね設定してやっていくと、改めて丸めってそんな大事なのっていう、まあ、改めて気がついた、そんなに丸めって大きな影響を与えるんだっていうところですね。全てを台無しにしてしまっている、まあ、丸めって正直ね、なんかこう勉強して上手くなるとかそういうもんじゃない、これはもうちょっと時間をかけて上手くなっていくしかないかなと思っています。今回のイギリスパンいかがだったでしょうか、ご参考になったでしょうか、面白いなと思ったらぜひ評価の方ねよろしくお願いします。そして、チャンネル登録ぜひぜひ便利ですから登録の方をお願いいたします。登録、この丸いポッチを押していただくと簡単に登録ができますので、ぜひぜひ登録の方よろしくお願いいたします。今日はね、サンドイッチです。ちょっと引きが強いけど、うまい。